おはようございます。佐賀県でのイノシシ猟、今日が2日目でございます。昨日はね、もう1時間で3つぐらい取ったんで、早く終わったんですけど、まあ今日はね、どれぐらいで取れるか、まだ分かりません。昨日やった山がね、僕から見てこっち側の、あの山ですね、見えるかな、上の山なんですけど、そのまあ反対が道路挟んだ、反対側のちょっと小さい山の方に来ております。今日は午前中までしかできないんで、まあ、なるべく早く取れればいいなと思っております。それじゃあやっていきたいと思います。起こしたね。中野さん、いるないたよ。いるないたよ。うわ、4匹おるな。5匹か。めっちゃおるやないかい。そいつ、こいつは取ったやろ。あ、ちっちゃなおった。え？いや、血抜きした方がいい。あ、これ。取らんでよか。おお、追いついた。あー、早い。しかし、海君の方が早いか。海君の方が早い。早くもう8日。これメスか。これはメスか。よし、とりあえずメス2つ育てたことやな、これ。よし、おいしこ。
いやよし、河合くんすごいね、これ胸獅子もちゃんと取るという素晴らしい。よし、いやーやめて河合くん、もういいやろ。よいしょ、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 これどっちかな、このメスか、これはグッドサイズだな。もう一匹当たったと思うけどなぁ、いうときは一応諦めずに血引いてないか見ると。はぁ、当たってないか、まだおるね、ちょっとぐるぐるやろうか、これは。よし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 、かいくん、よしよしよし、いやぁ、いや、あんな容器おったの初めてやな。4匹5匹おったな。いやー、すごか。それは佐賀県の農家も怒るわね。もう、俺って嫌になるもんな。これ対策するのにめっちゃ金かかるもんな。畑の被害っちより。へぇー。ちょっと一旦これ出してから考えようか。いやー、すごい、カイ君。わかった、カイ君。お利口さん、今連れの犬がね、カイ君が追ってたやつバクッと行って、今一匹倒してましたね、こけてましたね。もう一匹取るね、多分 1,2,3,4 と、まだおるな。あ、カイ君一頭で加えてるわ。いやー、そこそこあるな。あー、さっきの兄弟やね。よいしょ、なんか血の出方がいい。よいしょ、出て、よいしょ。あーし、なんだかに切り込んだか。一発で刺さんとこういうことになるね。いや、壁やから逃げれんちゃろうけど、あ、血出とんな。あんだけ出血しとけば、無理にリスクをかさんでも死ぬけれども、どうすっかなこれ。半夜のイノシシの危ないですからね。撃とうにも後ろが壁やから危ないしね。よし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 、まあ、心臓の場所行けばもう終わりですね。よし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 、
よし、よし、カイ君お手柄。これ全部取ったんちゃうか。全部は取ってないな。よし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 。いや、足どころ悪かった。よし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 。これはちょっとあれやね、グレートデンカプトルって知り合いに餌であげといてね。よいしょ。いやー、疲れた。いやー、今日も1ラウンド4匹取ったな。チンキしとこう。よし、よし、よし、食べるのなくなるんだ。よいしょ。はー、それ。いやー、1ラウンド3投で、さっきの回したら4投やね。終わりにしようか、何時今。あ、10時か。ひー。おしまい。佐賀県、とってもとってもキリがない。よいしょ。よし。あー、疲れた。え、マドルド？カイ君、もういかんよ。カイ君。え、マジで。やばい、横取り部隊が。あ、飛んだな、飛んだな。あら、いや、お前仕事せんのかーい。飛んだな。いやー、この応援部隊の鈴で飛ばれたか。あー、メスやな。いやー、こういうね、まあ探検で止めちょくっていう量において、こういう他の犬ってのはやっぱ下道やからね。まあ、そう遠くまで逃げてないとこ見るとやっぱ太いとこやね、これは。遠いイノシシさんですね。でも多分この間ね、追いかけっこなるやろうな。さっきもう撃たれて分かっちゃうもんね。イノシシも学習するから、こういうイノシシは取りづらいですね。さすがに獣の体力に人間は勝てへんから。よいしょ。ということでですね、無事1時間半ぐらいで終わりましてですね、結局取れたのがですね、まあ70、80キロぐらいのメスが1つと同じぐらいのオスが1つですね。こっちがメスか。これが最初打ったやつ、ね、打ったやつと刺したやつ2つと、最初逃げたやつが、ちょっと僕の連れがいるところに行きまして、犬がバクッと加えて、まあ、それで一つ殺して、合計4頭ですね。いやー、リク元気そうになってよかった。治ったね、これ完璧に。そろそろ使っていきたいところですけどね。やれやれ。もうベルもすっかり、これ完全犬やね、もう。
勝てないと踏んだな。いやー、カイ君お疲れ様でした。いやー、ほんとよう取るわこの犬は。2日で結局6頭か。まああれやね、山にイノシシがおりすぎるんやろうね。いやー疲れた、ちょっと今から解体なんで。油割るね。油割るけれども、ちょっとこいつは悪いところ打ってしまった。いやーこっちも油すごいな。油しっかり乗ってます。牛舎の餌をたらふく食べたメス。養殖みたいなもんですね、これは。